皆さん、こんにちは。うぷ主の代理キャラ、ほうちゃんです。今回寝台大特と走れていこうと思います。使います車両を移住経営寝台愛客や、くびきの車両製作所様に、特別に作っていただいた、テクスチャを使用しております。このようにヘッドマークのみならず、中間車両の側面にもこのような仕様に、製作者であるくびきの車両製作所様には、感謝の言葉しかございません。それにしてもこの先頭車両のこの、見事なカーブのデザイン、実にいいですよね。さて、そんな二重形寝台特急ですが、2系統に分けて運行されます。一つは押田発、東隣方面用の、寝台特急、海風、と、新富発西隣里方面行きの、寝台特急、薄雲、を設定しました。それぞれの気回しを、海風、葉桜駅で、薄雲、お新富貨物駅構内で、行っていますが、海風、葉押田、桜の、間の階層を、ホームライナー押田、として、前運用しております。また、現在時点では、寝台運用以外にも、午昼間も一部時間帯、一部区間でライナー運用しております。さて、今回はここまでにして、あとは、海風、の全面展望です。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。あら、プロシェイヌ、フォア。